はい、ということで、やっていきましょうか。まだ学年まだ始めないですよ。ちょっと待ってね。建設パートをやった方が良くて、ちょっと待ってよ。入学の受け入れ数は、興味あり、198? ちょっと待って、198? ちょっと待って、そんなに興味持ってんの?この飯さえ食えない学校で。いや、これワンチャンできるかもな。ちょっと待って、もうちょっと、椅子敷き詰めようぜ。ガンガンに椅子置いてさ、まだいけるっしょ。ゴリゴリに置きます、椅子。快適性とかも加味しません。はい。ゴリゴリに置くことにしました。はいはい、置いてね、置いてね。まあ、1教室に何人までっていう制限はないからな、多分。よしよしよし。ここまで埋めよう。すごいな、これ。よし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 。これで何人だ ?1、2、3、4、5、6、7。42か。なんか 2年だけここなんかバグってるけど、こっち持たせればいいだろう。はい。白く42だね。42個。1学年42人まで受け入れるから、42人行きましょう。はい。5040円もらえんの ?1 期1人。めっちゃえぐいじゃん。どうしようかな、これ。教室もっと大きくしてもいいかもね。大きくだよ。教室をもう少したくさん設けるみたいな。行くか。もっと置くか。共用エリアここでしょ?どうしようかな。ここに、廊下作りたいな。この、幅2の廊下作るから、ここに。ここ別の部屋作るか。なんかさ、美術室とか作んね、ここ。ここに、こうして、美術室にしちゃおう。じゃ美術室、まだ多分できないのかな、俺。てか、ゾーンの美術室ってさ、まだないのか。そう、特別室。美術室まだアンロックされてない。運動場しかないね。何運動場作るじゃん。作っても意味なさそうな気がするけど。運動場ってな、何 7.7×5 のタイル。条件なし。あ、そうなの。じゃあこれ運動場にできんの?わかりました。じゃあここを運動場にしましょう。ふざけてんな。まあ、ええやろ。じゃあ、大丈夫かもうこれで。これで入学させましょう。42人生徒数。いきます。ちょっと待って、座席合計48。ちょっと待って。昨年度の6人が、生き残った6人が進級するのが、よし、学年始め。いきましょう。今回こそは、今期こそは、もう最高の学園を目指す。いや、相当来るんじゃねこれ。キャッシュフロー3万。やばっ!うわー!すごいことなってる、すごいことなってる。ちょっと待って。えぐっ。普通にすごいことになってるね。大丈夫これ、統制しきれるか?じゃ、共用エリア、みんな好きだな。まあ、ホームルームだから共用エリアとかにいるのか。うわー!ラッシュだわ、これ。ちょ、人足んない。足んないこれ。いじめが発生します。発生するわな、これ。発生するわ、いじめの一つや二つ。ちょ、待って、床。床をちょっと急ぎ置こう。うわ、すげえことしてる。なんかギターとか弾いてる。なんかすごいな。なんか、開放的な学校だね。運動場は OK で。他なんか作るべきものはあるか?目的、視野を広げよう。知識の溜まり場を研究。建設図書室。へぇ、ここ行くか。知識の溜まり場。どこだ?あ、こいつか。これの研究をしてもらおう。よし。で、これで図書室を作ればいいんだろ?ちょっとホームルームはどうだ?みんな、あ、捕まった。あ、いじめっ子だから捕まったのか。やばい、いじめ発生しまくって、ちょっとどうしたらいいんだこれもう。監視員置きまくるか。監視員置きまくってやるわ。3名監視員。これで。あー、やばいな、これもう。温床だな、いじめの。すげえ説教してる。校長室に呼ばれて説教されてるわ。おー、いいね。授業も。まあ、2年生なんもないのか。あー、2年生体育してんのか、これ。やばいでしょ、これ。ちょっとやばい、えぐいね。すごい運動の仕方だな。まあ、体育の授業運動できるんだったら、まあ、いいかな。なんか、運動何してんのか知らないけど。なんか、跳ねてるだけにしか見えないけど。あ、まあ、ええか。うわーし。やばい。故障。人口が多くなって、割と辛くなってる。ここの廊下を作ろう。本当はこう運動場にしたくないんだけど。ここ図書館にしたいんだけど、本当は。とりあえず運動場にしてるだけであって。どうしよう。ここに廊下を作ったから、ここ教室作るか、こっちにも。教室作りましょう。はい、教室作ります。この感じにして、ドアを、この感じでいいっすか?なになになに、大丈夫?いじめ起きてない?あ、なんか恋愛してる。イチャイチャしてる。そんなこと許されるのか、そんな風紀上良くないことが。娯楽は共用エリアだけで足りるのかな。やばいやばいやばい。通じ、あー、ちょっとあれなのか。うんちしてるね、ちゃんと。お前何やってんの?お前、おしっこしてんの?お前今トイレしてなかった今ここで。今ズボンのチャック下ろして、最悪。何しょんべんって。やばくね?いや、できるだろ。少ないのかも、男子トイレが。ションベン機が少ないらしい、どうやら。はい。もっとじゃあたくさん置いてやれ。トイレの個室も少ないんだろうな、多分これ。作って。今トイレ中です。女子生徒がトイレ中にそれ建設したらダメだと思うけど。いいのだろうか。で、うわー、これはやばい。
あー、恐れていた事態起こった。すまん、それは立って食うわな。あ、みんな立って食ってんのか。まあ、まあ、子供だしな。足腰。足腰よ。足腰。なーに。かえって体勢がつく。それぐらいでいい。子供はな、それぐらいじゃないといかんのよ。ここどうする？あと、とりあえず、建設、壁で、まあ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 いいんじゃね。これで教室を、ちょっとこっちに伸ばしていくから。で、ここに、ここだけ、どうしようかな。真ん中ちょっと、行けるスペース作りたいな。ここを、2マス開けて、これでいいね。OK。で、教室を作りましょうと。いう感じですね。あー、いい感じのができそうな気がする。だからもっと巨大講義室にした方がいい説ない？これ1年、2年、3年、4年のやつ。なんか小さすぎるよね、なんかこういう教室が。で、一人の先生で賄えるから、もっとすげえでかい大講堂みたいなの作るか、一箇所。ドーンって。まあそのうちそういうやり方にした方がいいかもな。巨大講義場みたいなのいっぱい、でっかいの作るみたいな、ここに。体育館みたいなの作って、そこでみんなで授業するみたいな。ありな気がするよね。最悪だな。じゃあちょっと、方針をちょっと転換するか。もう運動場はね、こっちにします。ゾーン、運動場。この辺すべてでいいよ。ここ運動場。はい。で、ここ運動場じゃなくす。ここをね、図書室にしたいね、特別室。ここ。図書室です、これ。ゾーンのクリア。で、特別室。まあ、いつまで跳ねてんだ、そこで。図書室。で、床を設置して、カーペット式がいいけどなぁ。カーペットないのか。じゃあまあ、木のパネルかな。はい、図書室。本棚、テーブル、椅子、黒板。黒板がいるの？不思議だね、なんかかなり。黒板？マジっすか？こんな感じで、本を多少並べて、あと何がいるの？テーブルもいるのか。ちっちゃい、ミニ図書館しか置けないな。あ、こんなもんでいいのか、最初は。最初はこんなもんでいいでしょう。図書館置いたらなんかできんの？図書館はゾーンメニュー。教室以外の学びの場はあります。だいぶ不満溜まってんな。清潔さが不満だな。清潔さに不満を感じてるやつが多い。やっぱこのトイレが汚すぎるんだろうな。スタッフ。もうちょっとね、これ清掃スタッフをもう少しこれ、ガツガツ配備した方がいい気がする。清掃員の経路。用務員も常駐じゃね、ここ。もう、用務員常駐するわ。はい。用務員常駐させます、ここに。2名常駐させて、常に掃除させ続ける。で、他に、プラス2名。これで大丈夫でしょう。清潔さに関しては。いきなり初日退学したバカタレはいないか。大丈夫そうだな。はい。次の研究が、オールバルトトラック、体育の授業で使用しますな。この辺はまだまだでいい気がする。皿洗いの極意。これ何？料理人たちが効率よく皿洗いできるようになります。学校の建設。この辺とかもね、やりたいよね、いずれ。ちょっと、まだまだできてないけど。オンライン求人。教師の志願者を募集。なんかこの辺はなんかまあ、後々って感じか。監視員、カウンセリング、不良を更生するには彼らのただ抱えている問題と向き合うことが大事です。あー、なるほどね。そういうこともできんのか。生徒が愛の告白をしています。ここで？早く登校しろ？早く学校行け？お前何しとんじゃ？学校はラブホテルじゃないぞ。そして行ってる最中でも一面、怯えている。何か楽しいことをしている。退学させるか、マジで。絶望しとるぞ。あ、告白してる！そういうのもある。ありだね。喫煙者が捕まりました。いや、ひどいな。もうひどい。非行少年だらけの学校だ。もうこれ。ひどすぎる、あまりにも。ということで、もうカウンセリングの設置しましょう。カウンセリング行きます、ちょっと。カウンセラーに頼りましょう。なんか泣いてない？大丈夫？なんかかわいそう。一人きりになりたい。あ、失敗したのか、告白。泣いてる？失敗した？あー、かわいそうに、まあ、それはまあ、かわいそうに。運動場そのジャンプ以外のなんかないのか、それ。バスケットボールしたいってやってんの？あ、それともなんかこういう、あ、このベンさんっていうこの教師がこのジャンプ踊りしか教えられないのか、現状。なるほどな。じゃあ、しょうがないんじゃないかな。あー、この、飯って大丈夫なのかな？足りてんのかな？飯って。まあ、足りてるのか、多分。やべ、トイレ常駐部隊で、おい、あのさ、これなんとかしろ、マジこれ。こいつらまさかさ、この経路しか本当に掃除しない。ちょっと汚れてもそこ掃除しない系？他どうだ？あの、尿意、清潔さ。茂み作ってやるか、もうちょっと。茂みの数が足んない説あるね。あ、でもまあまあ掃除してるっぽいな。なんでこれナプキン持ってんの、これ。あ、掃除してくれた。おい、やってる途中だぞ！生理用ナプキン回収してったな。視野を広げよう、研究関連。またカウンセリングだな。歴史の発見。
ね、これ建設昇格室、あ、昇格室か。じゃあ昇格室ちょっと研究します。この辺昇格室にしちゃうか。で、オブジェクト昇格室でどうやって作んのこれ。知識の溜まり場、あー、これあれ作れんのか。ついでに、すげえ、みんなめっちゃ読んでる。しかも椅子足んな。すごいね。みんな研究熱心だな。ゾーン、特別室、視聴覚室。これはいいかもね。何が必要なんだ視聴覚室は。テレビ。こんな小さいテレビで見んの？並べるか。もっとなんか俺、プロジェクターとかでさ、見るのイメージしてたんですけど、違うんですか？なんか、そういう系？プロジェクターがないから、しょうがないからテレビいっぱい並べようぜって感じか。なかなかアメリカンな戦術だな。どうすか収支は。あ、収支いいね。転校しました。なんで原因は食事がないから。あー、食事清潔さなし。中退しました。食事が足りません。とても空腹。なるほど。飯が圧倒的に不満であると。じゃあちょっと飯の時間、ちょっとスケジュールをちょっとなんとかした方がいいな、これ。昼食時間はもう少し長くできないのか、これ。昼食時間1時間だけか。ちょっと昼食時間ずらすか、これ。ずらしましょう。ちょっと昼食時間をずらすことによって、で、マシにするという作戦に出た。4年生の教師がいないかもしれません。時間割を確認してください。なんだと？さっきのやつで壊れたのか、時間割が。数学が1人足んないのか。OK、了解。1人雇えばいいだけの話よ、そんなのは。教師。で、いずれ必要になる、この手のやつは。数学に優れてるやつは、やからはおらんか。こいつでいいか。とりあえず数学として雇用しよう。はい。また飯が根本的に足んないってことはないのか。うん、なんかそういうことでもなさそうだな。やっぱ飯は一応あるっぽいんだよね。食事が足りないため中退しました。食事はありますよ。いや、ないのか。あー、なるほど。わかった。状況がわかった。おそらくだが、このフードカウンターというものがなさすぎるんだ、おそらく。ちょっとフードカウンターちょっと置こう。で、これちょっと売却。で、代わりにこのフードカウンターがちょっと足んないから多分。まだまだ相当作んないとダメなんだ、これ。多分飯だな。スタッフの料理人をもう少し2人ぐらいプラス。これでなんとかしよう。視聴覚室ってみんな、あー、ちゃんと見てる。ほー。なるほど、悪くないな。あ、これ歴史の授業をここで受けてんのか。はあ、まあなるほど、そういう授業もありか。お前ら何やってんだ？授業中。あ、お前らもしかして、こう席がなかったってやつか。かわいそうに。まあ別に、ここでも学べるし。お前らは一体何やってんの？読書中。うん？今、それしていい時間なの？今空き時間なのか。なるほど。これで飯カウンターが4つあれば、そして飯がゆっくり供給されればなんとかなりそうな気が。確か10時ぐらいから、飯の時間が一部始まるんじゃなかったっけ？まだか、11時からか。2年生が11時から飯か。多分絶対飯は足りるでしょう、おそらく。足りてるってか、これ、あ、わかった、これキッチンまでたどり着けないんだ、おそらく。あー、なるほど。キッチンまでたどり着けずに絶望すんのか。あー、保健室のベッドは壊れました。何してたんかな。まあ、なんとなくできるようになった気がする。てか、ある程度キッチンのアクセスを良くしとかないとこれ危険だね。食堂が遠すぎて絶望する。なにこれ、君らは？やっぱ食事がなくて絶望して死んだのか。食事だな、何やともあれ。食事が足りないため中退しました。中退理由めちゃくちゃだろう。でもまあ多少食事は取れるようになったよね、これで。少しはなんか食堂が空いてる感じはしてる気がします。飯ポイントは？でもだいぶマシじゃね？飯。一応飯は食えてるっちゃ食えてるんじゃない？清潔さがないのか。土の上や汚れた上を歩くと、ここ土じゃねっていうか。床をちゃんとこう、舗装しましょう。まずは。そこからです。あ？どうした？なんか突きっぱじゃない？テレビ。何見てんの？しかもこれアニメ見てね、なんか。大丈夫か？次の研究しようか。ゴミ捨て、マイクロファイバーモップ。あ、こういうのいいね。高品質の医薬品、足早の用務員、清掃範囲拡大。あ、これ強いな。あー、この辺強いかも。やっぱ、清掃か。清掃かなり大事かもね。この清掃範囲の確認、用務員の移動速度は速くなる。まあちょっと、この優先順位とこのマイクロファイバー製モップをちょっとアンロックしましょう。頑張って。ちょっとアンロックたくさんしていかないと。あ、やばい、金がない。金がないですね。また明日。